24時間ダラダラ配信、私ふしだらチャンネルやってるふしだらと申します。本日もね、春の金田一祭りに合わせる形になっておりますが、セガサターン版金田一少年の事件簿、こちらやっていきたいと思っております。前回ね、この葛城直が復讐を胸に殺人鬼に変化していく様を見たところで、ここからは豪華客船に乗り込んで、おそらくこうターゲットを決めて復讐を決めていく流れになっていくと思いますので、非常に楽しみですね。さあ、金田一 VS 金田ら一、いよいよ始まるのか。さあ早速いきましょう。さあ、7月25日 PM5 時40分、男になりすました私はレジャー施設のスタッフとしてイベントに参加することに成功した。レジャー施設のある星見島はもともとは無人島だった島だ。そのため空港などは もちろんなく、島へ渡るには船を使うしかなかった。今回のイベントはレジャー施設のオープニング前のプレイベントにあたり、宣伝のためにマスコミ関係者が数多く招待されていた。まあ、密室というか他のあれはないのね。そのため施設サイドはイメージアップのためにイベントに参加する一行を、豪華客船で島へ送り迎えするという、趣向になっていた。ほう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 。金田一は30周年でもあるらしいですね。もうなんだ？いや急にあの子たちにも話しかけてみよう。 AC で話しかけます。 B で音声を作ってだけ。おあ、いやちょっと待って、あちょっと B で早くなるか。いや動かしにく。ええ、私たちもあの船に乗るんです。ほうほうほう、これみゆきか。ええ、私たちもあの船に乗るんです。長女 A な。さあはじめちゃん、みゆき見てみろよ、立派な船だぜ。え、話したんだが、もうはじめちゃんからはしゃいじゃって。はじめちゃんからはしゃいじゃって。いいですよみゆき、これが友達ね。あの二人仲がいいでしょ。いいね、はじめちゃんとみゆき。どうしてこんな子供たちが豪華客船に乗るんだろう。あら、この声は間違いなくアイドル歌手の早見玲香だ。玲香の声だ。出た。私はアイドル時代によく一緒に仕事をしたので彼女の声を間違えたりはしなかった。金田一くんじゃない。出た。これ原作にいましたもんね、確か。いやちょっと原作の記憶が薄いんですが、申し訳ないんですが、自分の正体がバレたのかと思ったらどうやらそうではなかった。早見玲香、私葛城直と人気を二分するトップアイドルだ。嘘、金田一くんもあの島に行くの。ああ嬉しい。そっか、金田一にもう好きなんだけど。金田一運命感じちゃうわね。みゆきが自透明してますね。本当、いいですよ。レイカさんとあの船に乗れるなんて夢みたいだ。夢かどうか確かめてあげる。出た。いやこれみゆきかこの顔。なんか違う顔になってる。もう船に乗らなくちゃ。あのめちゃくちゃ焼き餅見せてるじゃん。耳つねることないじゃんね。デレッとしたから。さあ7月25日 PM7 時、午後7時ですね。私たちを乗せた船は星見島を目指して夜の海へと出航した。なんでスタッフのお前が客と同じこの船に乗ってるんだ。え、はあ、スタッフはみんな別の船で先に乗り込んでるはずだろ。やばくない？もう疑われてない。おい、どうかしたのか。あ、朝霧さん。朝霧。いや、
乗客の中にスタッフが混ざってたんで。これもう一人の主人公のルートの人ですね、多分ね。朝霧拓也、今回のイベントを仕切っている若きプロデューサーだ。ああ、圭一君のことか。なるほど、圭一君のこと。彼はこの船の接客スタッフが足りなかったんで、急遽こっちの船に乗り込んでもらったんだ。なんか手引きしてくれんのかな、なんか。そうだったんですか。いろいろすまなかったな。横柄だな、船員さん。こんな上から。乗船早々で悪いんだが、バーの方が人手が足らないようなんだ。バーね。そちらに回ってくれないか。まあ最初は普通に働いたないと、その怪しまれちゃうか、アリバイ的に。私は拓也の指示に従いバーへと向かった。この辺のなんか、その辺の辻褄が合わせないといけないもんね。私はここでこれをしていたのでっていうアリバイを。お、リエママじゃん。リエママじゃねえ、なんだっけバーに向かう途中で私は偶然にも千春親子で、ちほら、知恵ママだっけ。お母さん、港がどんどん遠くなっていくわ。あんまり潮風に当たると美容に良くないわよこの声の人うまいよね。この二人はもしかしたら私を陥れた情報人かもしれないのだ。おう、わー、まあ一応、いや A なんだろうな、多分 A だよね。こんななんか諦めてたらバイトで終わっちゃう可能性あるからね。まあ A 行きましょう。私は彼女たちが本当に自分を罠にはめたのか確かめようと思った。もし彼女たちが本当に自分を罠にはめたのなら、何らかの後ろめたさを感じているはずである。はあ、いや、嫌味を言ったら怪しまれるよね。何ですかあなたみたいな。だ、素直に褒めよう。 A だね。私は千春の人気を褒めた。いや、最近の千春ちゃんの人気はすごいですね。何？サインでも欲しいの？出た、知恵ママ。もう、お母さんから、ごめんなさいね。千春、後輩ね。事務所の先輩の奈緒さんがいなくなって、ずっとイライラしちゃってるの。ほう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 。でも、奈緒ちゃんがいなくなったおかげで、千春ちゃんの人気が出たの。私はそう思われるのが一番悔しいんだよ。お？私は千春を正々堂々と、なおやれいこと競わせて、トップアイドルにしたかったんだよ。なるほど、そっちの目線なんだ。だからそんなおこぼれで勝ちたくなかったんだ。ちゃんとしっかり実力で勝ちたかったの。知恵ママ、知恵ママいいやつなんじゃない実はこの意見一つで帰るっていう私もなおさんには本当の妹のように可愛がってもらってたから。なるほどね、ガチで戦いたかったんだ。知恵、知恵ママと千春はあれか、はい、普通に慕ってたのか。これを聞いちゃうとなんかやっぱ容疑者から外れる感じあるけどね。私はあの二人が自分のスキャンダルに関わってるとはとても思えなかった。そうだよね、これがなんか関わり合いある人が聞いてそれを言ってんだったらわかるけど、こう誰も全然知らないであろう第三者が聞いてこの意見が出てくるってことは本音だもんね。私はとりあえずバーへ行くことにした。なるほどね、今の2人はちょっと違うのかな。さあ7時9分、バーに着くとカウンターチーフが私のことを待ちかねていた。チーフね。君が直樹圭一君だね。早速だが、直樹圭一か。ホールに回ってウェイターをしてくれないか。葛城圭一って言ってたわ。それじゃバレちゃうか。直樹圭一ね。ウェイターね。はいはい。まあ、はい、チーフだろうね。はい、チーフ。では、トレンチを持ってホールに立ってくれないか。まあまあ、とりあえず働いてみないとバレちゃうんで。もう完全に一般のアルバイトと思われないと。ホールにはカウンターに一組とテーブルに一組の客がいた。
よく見るとテーブルの客は以前喫茶店で話をしていた。あ、刑事たちだ。カウンターの客、テーブルの客。うわ、これはテーブル側行った方がいいよね。剣持さんたちだろう、多分。一旦 B 行くか。 B 行って、私はテーブルの二人に近づいた。どうやら二人は特別な話をしているらしい。うわー、わからん。注文を取るふりか。不自然かな、急に言ったら。こっそりと聞こうか。いや、これ難しいな、実は。一緒かな。 B にしよう。私はこっそりと二人の話を聞くことにした。どうやら二人はカウンターの客について話をしているようだった。なんだ、別に用はないぞ。あら、危ね。私の立ち聞きはバレてしまった。やば、やばいか。気をつけろ、その親父は鬼警部さんだからな。剣持さん、鼻が鋭いな。一体二人は何の話をしていたんだろう。私はカウンターの客に話しかけることにした。カウンターには男二人、女一人の、三人組の客が座っていた。私はとりあえず手前に座っている男に話しかけることにした。なんだよ。なんだ。用はねえぜ。悪い顔してんな、たかしか。この顔、どこかで見た記憶が。なんだ。そうだ、千春のスタイリスト。おお、大山スタイリストなのか。なるほど。そうか、このツアーには千春も来ているんだ。さっきいたじゃん。じゃあ隣の二人も千春の関係者なんだろうか。私は真ん中の男にも話しかけることにした。あら、かわいいお兄さんね。名前なんて言うの。まさひこ。男なんだ。直樹圭一です。圭一くんか、かっこいい名前ね。私は竹村まさひこ。まさひこ、カメラマンをやってるの。まあ、カメラマンとかなんかメイクさんってそういう中性的な人多いからね。もしよかったら今度モデルになってくれない。そうか、カメラマンか。ちょっと、他の男の子にちょっかい出してたら、またたかしがやきもち焼くわよ。お、出た、このね、男の子。どうやら私が女だということはバレていないようだ。オッケーオッケー。大丈夫、ちょっとからかっただけ。ごめんなさいね。このお姉さまは工藤明子さん。来た、工藤明子。ライターをやってるの、かっこいいでしょ。おそらく、まあ大元になりそうな工藤明子。この女が。私はその名前を聞き逃しはしなかった。工藤明子といえば私のゴシップ記事を書いたライターだ。確か喫茶店で刑事たちが言っていたライターの名前も工藤明子だったはず。どうしたの、真剣な顔しちゃって。ライターって言っても火を吹いたりしないわよ。いわゆる物書き。くだらないこと言いやがって。そしてこちらのお兄様が大山隆さん、スタイリストをやってるのよ。かっこいい。すごいね、バーテンにさあ、そんなしっかりフルネームでご紹介するんだな。千春のスタイリストがどうしてこんな連中と。ちょっとあっこね、飲みすぎじゃないの。寝る前に水割りを飲むのは私の日課なの。こいつ、どうやらあきこはかなり酔っているようだ。お、ここは攻め、酔っ払ってるなら A だな。このまま話し続ければ何か情報が得られるのでは。もう少し彼女の話を聞くことにした。お兄さん、隣の二人には気をつけた方がいいわよ。その二人、お釜なんだから。お釜言うな。なんかいろいろあるぞ、今のご時世。まあまあまあ、マサヒコの赤いスポーツカーのシートには、赤いスポーツカー出た。少年の涙が染み付いてるって噂だし。赤いスポーツカー、こいつらか。やはり赤いスポーツカー。
そうよ、趣味の悪い真っ赤なスポーツカーなんだから。失礼ね、染みついてるのは涙じゃなくてもっと別のものよ。やめろやめろ、何なんだって言うんだよ。やめろやめろ、詳しくは聞かないが、あんまり話しかけていると逆に疑われると思った私は仕事に専念することにした。おい、お客だぞ。お、さあ8時12分ですね。1時間ぐらい経ったかな。お、入り口にさっきの少年と早見玲香の2人が立っている。うわー難しいね。玲香かな、玲香に行った方がいいか。玲香に行ったらバレる可能性ある。大丈夫か。いらっしゃいませ。金大地くん見て、素敵なバーね。高校生じゃないのバー、ほんとね、玲香ちゃんバーに来ていいのか。あー、まあこれは夜の海の見える席へと案内した。こっちか、下かな。やっぱライターさんがいるっていうのを教えてあげた方がいいか。私は玲香に芸能ライターがいることを教えてあげた。失礼ですが、早見玲香さんですね。あそこのカウンターに芸能ライターの工藤明子さんが来られてますので気をつけてください。男の人と二人きりでいるところなんて見つかったらどんなスキャンダルをでっち上げられるか。大丈夫、二人きりじゃないから。出た、みゆきやばい。はじめちゃん、レイカちゃんを引っ張り回したりしたら迷惑がかかるでしょ。いや、気持ち焼いてるね、みゆきが。朝霧さんに挨拶した。みんなを席へと案内した。一応挨拶した方がいいのか。もしかしたら協力者かもしれないからな。 A にしてみよう。私は朝霧さんに挨拶した。ご苦労様です。お、圭一君まだ働いていたのか。はい。遅くまでご苦労だね。僕の方からチーフには話しておくから、今日はもう休んだらどうだ。明日からもっと忙しくなるし。私は言われた通り部屋へ戻って休むことにした。いや、これは働いた方がいいよね。私はもう少し働くと、ちょっと情報が足りないから。私はもう少し働くと伝えた。そうか、それなら席に案内してくれないか私はみんなを席へと案内した。 OK。こっちのみんなからはでもなんか情報もらえるかな。8時16分。僕以外は未成年ばかりのようだから、オレンジジュースを6つもらおうか。あの、5つの間違いじゃん。いや、せっかくだからケイチ君も席について休んだらどうだ。な、まずくないか。早見玲香と同席できるチャンスなんてそんなにあるもんじゃないぞ。そうなんだけどさ、私は朝霧拓也の勧めに従い彼らに同席することにした。大丈夫か。皆さんはどういったお知り合いなんですか。私には復讐を成功させるため様々な情報を手に入れておく必要があった。ごめんごめん、紹介を忘れてたね。まず隣にいるのが橘舞ちゃん。橘舞です。舞ちゃんは今から行く施設のオーナーの娘さん。オーナーの娘、そうなんです。つまり立花レジャー開発のご令嬢だ。うん、立花レジャー開発。立花レジャー開発といえば、みんな私のマネージャー、これゆいさんって呼んでましたけど、ゆうさんね、ゆふいんのゆふ、もしくはゆうさんにしましょう。ゆうさんのお父さんの会社だ。この娘さんということはユウさんの妹。え、あ、そうだ、そうか、橘か。そしてそこの二人が舞ちゃんの同級生の七瀬みゆきです。さあ、みゆき。金田一はじめです。
金田一はじめ。そういえばさっき港で会った人でしょ。な、覚えてやがる。さすが金田一。そういえばよく覚えてましたね。当然よ、なんたって金田一くんはあの名探偵金田一光介の孫なんですもの。な、何、金田一光介の孫、金田一光介の孫。それに金田一くん本人も名探偵でいくつもの難事件を解決しているのよ。本人も名探偵、難事件を解決している、いくつもの難事件を解決。この少年には気をつけなくては。かくいう私も金田一くんの推理に助けてもらったことがあるの。まあね、俺ぐらいの人間になると一度会った人の顔を覚えるなんて。怖え怖え、笑顔だけど怖え。く、敵として現れるとこんな怖いのか。そんなに記憶力がいいんだったら数学の公式一つでも覚えてくれたらいいんだけど。はじめちゃん、仲間としては頼もしい存在だが。テストの度にノートを貸してくれってせがまれる身にもなってよ。敵として現れるとこんなに怖いものか。紹介するまでもないと思うけど、人気アイドル歌手の早見玲香ちゃん。玲香ちゃんね、よろしく。ところでこちらの方は、あ、今回のツアーのお手伝いをさせてもらっている直木圭一です。同年齢の子たちとこうしておしゃべりする機会がほとんどなかった私には、彼らとのこの時間は大変楽しいものだった。私は早見玲香に自分の正体がバレるのではないかと内心ハラハラしていたが、その心配も取り越し苦労であった。彼女も私同様この時間を心から楽しんでおり、少しも私のことを疑ったりはしなかった。それよりも金田一とかいう少年の方が注意するべき人物だった。麗華が語った金田一の活躍ぶりが本当だとすると、彼はまさしく少年名探偵であり、私が最も注意しなくてはならない人物だった。よし、これで金田一の存在を気づいておいてよかったね。どちらにしろ私はこうした時間を楽しんでいる場合ではなかった。私には復讐という大きな目的があったからだ。私があのスキャンダルが発表されて以降、流した涙の数は多少の楽しい時間ぐらいでは拭いされるようなものではなかった。仕事を終えた私は早速自分の部屋へ戻り、復讐の計画を練ることに。